三作母町バス停と縁鉄バスの車両自主運行バス北縁本線は浜松市が主体となり三作母タクシーに委託運行している自主運行バスである西鹿島駅と三作母町を結んでおり全線が静岡県浜松市天竜区内を走行する浜松市による自主運行バス北縁本線となったのは2019年のことであり1946年までは 個人営業演習秋葉自動車演習鉄道バスの未作母線として1946年から1987年までは日本国有鉄道自動車局の天竜本線として1987年から2002年までは東海旅客鉄道バス JR 東海バスの天竜線として2002年から2019年までは演習鉄道バスの北円本線として運行されていた 本校では、三作母線、天竜本線、天竜線、北園本線の歴史や以前運行されていた支線についても一部記述する。遠州鉄道直営時代には、北園本線が正式な路線名であったが、浜松市自主運行バスとなる際に、自主運行バス北園本線が正式な路線名となった。全区間天竜区内で、西鹿島駅から国道五十二号を北上し、3等、 横山城、立山町、佐久間町を経て、三作坊町に至る。総延長約50キロメートル。ほぼ全線に渡って天竜川に、西渡るからは、支流の三作坊川に沿う。国道ながらも強硬な箇所が多いが、大型のバスで運行されることがある。また、決して路面状況が良いとは言えず、道路通行止めによる島地空海などが、たびたび発生しているが、 朝廷小低小ノンステップバスで運行される便がある。2010年4月1日の時点で、本線は全て中型ロングのオムニバスでの運行となっていた。なお、三作ボタクシーへの移管時に、島地空海時に通っていたトンネル経由が正式な経路へと変更されている。2019年1月時点では、遠鉄バスの一般路線では最も運行距離が長く、JR 東海バスの時代は、 全区間の投資運賃は1470円だったが、円鉄は水管時に上限運賃制により630円に値下げされた。その後の消費税増税。運賃改定により、三作ボタクシーに移管される前の2019年9月30日時点では690円となっていた。三作ボタクシーに移管された現在も800円となっている。国道152号。 天竜市三島付近を走る JR 東海バスの車両 JR 東海バスの旧東東海二股営業所旧東東海二股バス停留所時刻表、この区間の路線バス運行は大正末期に高木安次の個人営業により遠州二股駅三作母の三作母線と西渡る中部の佐久間線の運行を開始したのがルーツであるこの路線は1937年に 演州秋葉自動車に買収され、さらに1943年には、戦時統合により演鉄のバス路線となっている。一方、1944年には、昭栄自動車の貨物路線が峰の沢鉱山からの、鉱石輸送目的で、東都海二股東都海や谷間及び、瀬尻から峰の沢間の立山線として、運行を開始している。戦時中は演鉄が、旅客輸送、を。 鉄道省営自動車が貨物輸送をそれぞれ分担する形になっていた。終戦後、民営バスの復旧が遅れている地区においては、国の復興政策にのっとり国鉄バスが新たに進出することになった。これにより1946年7月、国鉄二股線東東海二股駅と飯田線中部天竜駅を結ぶ予定で計画された国鉄の計画線、佐久間線の 先行ルートとして国鉄バスによる運行を計画し、炎鉄に対して路線免許の譲渡を要請した。炎鉄は当初反対の意思を示したものの、鉄道の先行という使命が設定されたことにより、将来鉄道線が開通すると理解した沿線住民は国鉄バスの運行に賛成という立場を取った。また、炎鉄自身も戦後の復興途上で、 1946年の時点では本路線の完全復興の見通しが立っていなかったことから、炎鉄と国鉄が協議した結果、炎鉄の鉄道線との連絡運輸や、これ以後、炎鉄のエリアで一般路線バスの運行を計画しないなどの条件により、路線免許の譲渡について合意に至った路線免許の譲り受けを受けた国鉄バスは、天竜線として運行を開始した。 国鉄移管当初は西鹿島駅は経由していなかった。その後1955年に国鉄によりせじり、白倉教館の白倉線が開業し、1958年11月8日には、炎鉄による浜松駅、佐久間ダム間の佐久間線が運行を開始している。1959年4月に炎鉄と国鉄との間で相互乗り入れ協定が結ばれ、国鉄バスが 炎鉄バス佐久間線に、相互乗り入れを開始して、同区間の直通運行を行った。ちなみに炎鉄バスと、国鉄バスではルートが異なり、炎鉄バスの佐久間線は、浜松駅西く熊浦川佐久間、佐久間ダムを結んでいたのに対し、国鉄バスの佐久間線は、天竜川沿いをたどるルートであった。炎鉄のルートは、現在の県道、天竜東栄線をたどる山越路線である。 炎鉄バス担当便は1日に往復あり、末期まで車掌が乗務していた。また、そのうち1往復は、昨まで乗務員が宿直する、ダイヤ構成となっていた。1968年には、それまで貨物輸送のみであった国鉄バス立山線のせじりから、峰の沢間で旅客営業を開始するなど路線網の充実が見られた。しかしモーターリゼーションが進むにつれ、こうした、 山間部の路線バスの運行は厳しい状態に置かれ、佐久間線の浜松駅からの直通運行も1971年3月11日に廃止された。なお、円鉄バス佐久間線の熊井南の区間は、円鉄バス北沿線として引き続き運行された。その後も縮小が続き、佐久間線は1970年代に電源開発グループの共益株式会社に移管、再転流線。 東天流線などの支線も多くはこの頃に廃止、もしくは自治体へ移管された。辰山線は、峰の沢鉱山が閉山となった1969年以降も、運行を続けていたが、1980年代に廃止されている。また、1996年3月31日限りで、天竜線佐久間系統の西渡る中部天竜間は廃止となり、 佐久間町 A バスに移管された。当初は、炎鉄の中古車を購入して、佐久間町が直接運行していた。そして2002年9月限りで、JR 東海バスとしての運行は廃止、炎鉄が運行を引き継いだ。これにより、結果的には56年前の運行主体に戻った、ことになる。なお、これと同時に、佐久間町 A バスは炎鉄に運行委託されることとなったため再び中部天竜に、 電鉄の運行によるバスが走ることになった。なお、JR 東海バスとしての運行の末期には、本線の投資便が5往復のほか、東東海西川から分岐する白倉線関係の運行が数便あったのみであった。この白倉線は、立山村営バス浜松市自主運行バス、立山線を経て、炎鉄直営の立山支線となった。その後も、佐久間などを走っていた支線は、 浜松市自主運行バスとして、路線バスタイプの車両にて運行していたが、現在は、多くが、浜松市自主運行バスの触れ合いバスとして、マイクロバスや、ジャンボタクシーなどで運行されている。なお、立山線は2007年に運行委託路線から、円鉄の直営路線に切り替わり北た円本線、立山支線となったが、2011年10月1日に、立山触れ合いバス。 白倉線 A を代替に廃止となった。2018年10月10日、演州鉄道が2019年10月をめどに、北円本線の三島以北から撤退し、三作ボタクシーへの運行移管など、代替交通を検討しているとの報道発表があり、その後に行われた浜松市地域、公共交通会議で、円鉄は事実を認めた。なお、発表当時は、当該区間のうち、 唐沢遺北は道路通行止めにより運休中であった。そして2019年1月に実施された浜松市地域公共交通会議では中型バス仕様で一往復減便の上市が入札により事業者を決定し委託運行することを検討中と発表。なおこれに最終運賃も距離により200円から800円に値上げの報道もされた。その後、 2019年6月開催の浜松市地域公共交通会議で西鹿島駅乗り入れの継続等の運行計画の説明がされた。朝の唐沢発の一便を除き炎鉄バスの撤退が承認され、ついで2019年7月開催の天竜区協議会で具体的な運行計画が提示され、委託先が三作ボタクシーと公表された。三作ボタクシーへの遺憾に際し、 運賃は、信用先払い方式となったほか、それまで利用できた、ナイスパスをはじめとする演習鉄道発行の乗車券類は使用できなくなった。代わりに、回数券の販売が開始され、未作ボタクシーの定期券、回数券、現金のいずれかで乗車することとなる、浜松市自主運行バス佐久間線本線のみ記述。 三作母タクシーへ移管される前の2019年9月30日現在では、本線は西鹿島駅三作母長官で1日号往復と、平日のみ、秋葉線直通の上りが1本運行されていた。この構成海域は、現在も秋葉線として、円鉄直営にて運行。なお、2010年4月1日時点で、基本的に、全便中型ロングのオムニバスでの運行となっていた。 三作母タクシー委託となった現在は1日4往復。一節前の瀬尻バス停、駅表記が残っていた西渡しバス停他の路線で残存しているものを含む三作母タクシーによる運行となってからは本社で運行を担当している。定期券の販売は佐久間営業所が管轄している。遠州鉄道時代には天竜営業所と浜松東営業所が担当していた。国鉄。 東海旅客鉄道時代は、東東海二股自動車営業所、JR 東海バス時代は、東東海二股営業所が担当していた。ありがとうございます。